循環器、循環器、循環器,循環器とは、動物の器官の分類の一つで、血液やリンパ液などの体液を体内で輸送し、循環させる働きを行う器官の総称である。この器官の群は循環器系と呼ばれ、そのほとんどが感情であるため脈管系とも呼ばれる。これには二つの系統があり、血液を循環させるものを、血管系、 リンパ液を循環させるものをリンパ系という。多細胞生物の細胞は、その活動のために栄養分などを必要とするため、それを全ての細胞に行き渡らせる必要がある。また、老廃物を除去する必要があるため、これを何らかの形で体外へと排泄したり、無害化処理を行える臓器などに輸送する必要がある。脊椎動物では、心臓とそれに接続された血管、 そして、リンパ管と体液によって達成されている。血管は心臓から体の各部まで血液を運んだ後、再び心臓まで戻るような経路になっており、文字通り循環するようになっている。これに加えて、血液は免疫のためのリンパ球をも運んでおり、白血球の機能に関する器官も循環器に含めることが多い。人の血管系は、 出生前と出生ごとでは循環の仕方が異なっている。血管系とは血液を循環させる器官群であり、その中心的役割を果たすのが心臓である。肺から戻ってきて酸素を豊富に含む血液は動脈血と呼ばれ、これは心臓が脈動することで左心室から大動脈と押し出されて全身に張り巡らされた血管へと送られる。大動脈は 体の上に向かう上高大動脈と下半身へ向かう腹大動脈に大きく分かれ、様々な動脈に枝分かれし、さらに細かい毛細血管へ血液を送り、体組織に酸素や栄養分などを行き渡らせる。血中酸素は各組織で消費され、代わって血中には二酸化炭素が放たれる。二酸化炭素を多く含む静脈血は毛細血管から静脈に流れ、 さらに上半身では上大静脈、下半身では下大静脈へと集められて心臓に送られる。この一連の循環は大循環、大循環といい、この部分における動脈は養分を供給する意味から栄養血管とも呼ばれる。体をめぐり、心臓の右心房に集められた血液は静脈血である。これから二酸化炭素を除去して酸素を吹き込む作用は、 肺で行われる。そのため心臓は、右心室から肺動脈を使って、静脈血を押し出し、肺でガス交換を終えた動脈血を肺静脈を通して、左心房へと集める。この部分の循環は、肺循環、小循環と呼ばれるもので、この部分の血管は、養分供給ではなくガス交換を目的としたもので、あるため脳血管とも呼ばれる。 この二つの循環を行うため、心臓は、心室と心房のペアを二つ持つ。体循環は、左心房から、左心室を経由して、大動脈へ、動脈血を送ることで行われ、肺循環は、右心房から、鬱心室を経て、肺動脈へ送ることで割れる。血管は三層の膜が重なった構造を持つ。動脈は、中膜が厚く、質感を持っている。 特に心臓とつながる大動脈は、平な目筋を上回る高い弾力性を持ち、弾性血管と呼ばれる。末端の動脈は、平な目筋繊維が多く、神経からの指令を受けて、血管を収縮させたり、拡張させたりする能力に優れるため、金星動脈と言われる。静脈の壁は一般に薄く、質感があまりない。また血圧が低いため、うっ血や逆流が起こりやすい。 そのため管の中に逆流防止弁の役割を果たすひだ構造があり、これは静脈弁と呼ばれる。また、動脈は静脈に沿っていることが多く、動脈の拍動を内圧として使い血液の流れを促す。これとは別に筋肉を動かすことが静脈流を促進する働きもあり、これを骨格筋ポンプ、または筋ポンプという。 毛細血管は体組織と血液の間で栄養やガスを交換する場所であり非常に細い。ただし肝臓や脾臓などに沿う毛細血管はやや太く内空が広い。これらはホラ様毛細血管と呼ばれる。胎児は単独で外呼吸や栄養素の摂取をしておらず、酸素や栄養素は最胎、へその緒を通して母体から受け取っている。 へそから伸びる最帯には2本のへそ動脈と1本のへそ静脈があり、胎板と繋がっている。胎児の生体活動で生じた二酸化炭素や老廃物はへそ動脈から胎板へ運ばれ、母体側の血液とガス交換と物質交換を行う。ただし胎児と母体の血液は直接混ざり合わない。酸素や栄養素を含む血液は体板からへそ静脈を通じて、 胎児の上脈管へ注がれ、下大動脈を経て、右心房に運ばれる。胎児の状態では、右心房と左心房を仕切る心房中膜に卵塩孔という穴があり、血液はここを経由して、左心房そして左心室の脈動を経て全身に運ばれる。胎児は、肺呼吸をしていないため、肺動脈に流れる血液は、ほとんどが動脈管。 ボタロウ管を通って下行大動脈に送られ、肺はバイパスされる。出生によって、肺呼吸を始めると、卵炎鉱が塞がり、生脈管や動脈管もやがて閉鎖される。これらが開いたまま残ると、ガス交換や血行動態に支障を起きたし、シアノーゼなどの症状が現れることがある。体内の各組織の間には、主に毛細血管から滲み出た。 液性成分由来の組織液が満ち、物質交換を行う。この組織液のほとんどは、正常な血管からは染み出さないアルブミンなどによって、保たれてる浸透圧によって、血管中に再び取り込まれるが、約1 0程度はリンパ液として、血管とは異なる循環器をめぐる。これをリンパ系という。リンパ系は、血管系の心臓のような動力機構を持たない。 動力を代替するのは、前動、動脈の拍動、骨格筋の収縮に伴う圧縮などわずか力だが、リンパ管内にある弁によって方向が制限されるため、リンパ液の流れが維持される。ただし、その流速は、心臓による動力が存在する、血管系の動脈と比べて遅い。組織液、リンパ液を回収する管路は、リンパ管である。組織中には、 末端が塞がった毛細リンパ管が張り巡らされている。リンパ管も毛細血管と同様の規定膜を持つものの、あまり発達していないため組織液の流入が起こり、安い上に血管が取り込みにくい、分子量の大きな脂質やタンパク質、また、癌細胞などを取り込みやすい。毛細リンパ管は、やがて太めのリンパ管へ集まる。ある程度の太さを持ったリンパ管は、 上脈と同じような三層構造と弁を持ち、また上脈に伴走する場合が多い。特殊なリンパ管には、小腸の粘膜の専門に走る毛細リンパ管の一部で、ある中心乳尾空と、それが集まった乳尾管がある。これらを総じて乳尾層とも呼ばれる。乳尾の後は、小腸で吸収される分子量の大きな脂質は、血管ではなくこれらのリンパ管を選択的に通り、 食事後に、リンパ液が白濁することに由来する。これらが集まって、リンパ本管へ導かれる。リンパ本管は、胸管とも呼ばれる。下半身のリンパ液は、乳微層から、脊柱の前に沿って上行する。上半身の左右のリンパ液は、左右鎖骨下に各々のある、鎖骨下静脈の静脈角へ集まり、静脈内へ戻る。上行した胸管のリンパ液は、左の静脈角へ、 つながり静脈内に戻る。リンパ管が集まる箇所には、ところどころにリンパ節がある。皮膜に覆われた直径1から25ミリメートルの器官で、複数本の輸入リンパ管から液が流れ込み、輸出リンパ管から流れ出る。ただし、単に輸入リンパ管から流入してきたリンパ液を、輸出リンパ管へと送っているわけではなく、輸入リンパ管から入ってきた液量の約半分が、 リンパ節で吸収され、残りが輸出リンパ管へと流れ出ている。また、輸入リンパ管と輸出リンパ管で流れているリンパ液の組成も異なっており、一般にリンパ節を通過すると、リンパ液中のタンパク質の濃度が上がることが知られている。リンパ節の中には、網目状の組織であるリンパ動とリンパ球が集まった小節があり、小節の中には肺中心という部分が見られる。 肺中心は、リンパ球の分裂や増殖を促し、リンパ動は不純物を引っ掛けろ過する機能を持つ。癌細胞が転移すると、このろ過を行う、リンパ節に溜まりやすく、腫瘍になりやすい。ワルガイエルイントーリンや、パイエルイタなどは、消化器の粘膜に付随する、リンパ小節が集まった部分である。その他、小腸の粘膜にもリンパ小節は散在している。 脾臓は循環器系内に組み込まれた、ろ過器であると考えられている。リンパ系組織の中では、最大の直径約10センチメートルの卵状器管で、胸郭の内側で胃の背面、腹空左上部で横隔膜と接している。血管、非動脈と非常脈、リンパ管、神経とつながっている。皮膜は表面小膜の下にある。 厚い結合性繊維組織が一部内側まで伸び、ヒバラ柱を形成する。この間に柔らかい細胞組織が存在し、赤血球で満ちた赤ヒずいと、その中にリンパ小節からなる反転のような白ヒずいが散らばる。このリンパ骨部では B リンパ球が盛んに作られる。この組織内には、非動脈から分かれた内空が広いため、赤血球が通過できる特殊な毛細管が走る。 ここには、マクルファージ、退職細胞があり、古くなった赤血球を破壊する役目を負う。胸腺は、胸骨のすぐ裏にある一体の器官で、皮質と髄質に分けられる。全身のリンパ系組織の中で早期に発生し、幼児期には心臓上部を覆うほど発達しているのに対して、成長とともに退縮し、老齢期には脂肪細胞に置き換わってしまう。胸腺は、 骨髄などで生産された T リンパ球線具細胞の成熟を行い T リンパ球を生成する T リンパ球それ自体の免疫作用のほかに B リンパ球や抗体の調整も行う強腺を除去された新生児は全身のリンパ系器官に発達不良が生じることから全リンパ系器官の中枢的役割を持つと考えられる楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。